ストレッチのお話をします。でストレッチの方法で僕も何年か前に知ったんですけど、人間の体って伸ばしたい方を意識すると伸びにくいっていうのがあるんですね。例えば、こう今僕伸ばしてる時にこっちを畳もうとするとこっち側が意識されにくくなるから伸ばしやすくなります。逆にする時も、まあ、耳を肩につけようって思うとこっち側が伸びやすくなります。戻します。手をこういう、手のひらやって下にして逆の手で伸ばされてるのがこっちだとしたらこっちを縮める、で口開けるってことですね。逆も手のひら下にして伸ばされるのがこっちだったらこっちを寄せるって感じですかね。口開けます。はい。でアキレス腱とかつま先をやる場合どうするかっていうと、こっちをこの前の方ですねを畳みます。そうすると多分アキレス腱が今後ろ側右足の方を伸ばしてますけど伸びやすくなります。前の畳んでる側に重心をかけるってことですね。こうやって伸ばすの学校とかでやったと思うんですけど、こっちが多分伸びちゃったりとか、あんまり伸びないんですよ。これってここが伸びるんで、まあここ伸ばすにはいいんですけど、一番いつも地面についてて階段登ったり歩いたりするときに角度を決めてくれてるっていうのは足の裏なので、つま先を例えば伸ばしたかったら足の裏じゃなくてこっち側ですね、そっち側を縮めてあげるとかっていう風にやった方が伸びやすくなります。手で言うと伸びろって手のひらじゃなくてこっち側ですね、逆側を意識するっていう風にやりながら、アキレス腱っていう風にやっていきます。で、肩甲骨とか胸の周りも伸ばされてるのがこっちだとしたらこっち側を縮めるっていうか寄せるっていう風にやると後ろが大きく伸びるんですけど、こっち側に意識がいくとこういう風になるんで、ここしか伸びないかもしれないです。毎回のように絶対ではないです。これずっとやってると多分また逆な波形があると思います。胸ここを伸ばしたい時は後ろ側肩甲骨を寄せるっていう風にすると、後ろにあんまり引っ張りすぎちゃうと息がね止まってしまう、薄くなっちゃうんで、そこまでやらなくても大丈夫です。はい。なのでストレッチのコツとして逆側を意識する。力こぶこうやった時ってこっち側詰まってますよね、力がね、筋肉詰まってますよね、こっち側は伸ばされてるんですね、ストレッチ的に言うと。これもそうです。だから伸ばしたい側は意識しないで伸ばしたい側の逆側を詰めてあげるってことです。首の場合も前鎖骨にくっつけるっていうふうに言うと後ろが伸びやすくなります。上を見るときは空気が抜ければそれでいいので、あんまり後ろまでやる必要はなくてつま先重心で立てるぐらいの状態でいいと思います。島崎優斗さんっていう方の YouTube で僕がボイストレーニングやってるのが上がってて、その中でもストレッチをやってるんで、それを参考動画に上げてもらうようにしますので、そちらもどうぞご覧になってください。ありがとうございます。